青春とは、真の青春とは、若き肉体の中にあるのではなく、若き精神の中にこそある。バラ色の頬、真っ赤な唇、しなやかな身体、そういうものは大した問題ではない。問題にすべきは強い意志、豊かな想像力、燃え上がる情熱、そういうものがあるかないか。こんこんと湧き出る泉のように、あなたの精神は今日も新鮮だろうか、生き生きしているだろうか。臆病な精神の中に青春はない。大いなる愛のために発揮される勇気と冒険心の中にこそ青春はある。臆病な二十歳がいる、すでにして老人、勇気ある60歳がいる、青春の真っ只中。年を重ねただけで人は老いない。夢を失った時初めて老いる。青春とは、真の青春とは、若き肉体の中にあるのではなく、若き精神の中にこそある。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。夜は星になってあなたを見守る。
私の墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。さあ、もう泣かないで、笑顔を見せて、生まれてきた時のように一人で行くよ。思い出すのは初めて会ったあの日、僕は20歳、君は19。もう昔のことだね。君にそっと口づけしたら、長い髪に刺したバラが風に吹かれて震えてた。さあ、もう泣かないで、笑顔を見せて、最後に送る言葉は一つ、君に会えてよかった。